99等生。コンビニバイトで触った人間の数と同じだけ、私にはきっとご先祖様がいる。氷を握りしめているとき、幽霊がゆっくり体から出ていく気がした。私のことを死んだと思ったらしかった。まばたきをすると私の手元がよく見える。多分閉じていた方がずっとよく見えるのだ。この両手は私が昔着ていたセーターを編んだあの人のものだから。どっちに行こうが同じである気がします。生きるか死ぬかではなく、まだ生まれるか生まれないかというところでそう思っているのです。まるで昆虫の瞳のように、壁も骨も天然ゴムも、私が見えているのに何も思っていなかった。そこで悪ふざけに泣いたり笑ったりしていたら、本当に悲しかったり嬉しかったりした気がして、そしてようやく人間は落ちこぼれになりました。優しさに、敏感。雨の音が聞こえる間、泡立っていく肉と骨が、天国と地獄に触れては舞い戻ってくる。その時聞くべきことは、神様とは、ということではなく、すべての細胞がそれぞれ、私になる以前、誰の一部だったかということで、マネーロンダリング。この、炭素と酸素のどれかには、人殺しの体からやってきたものもあるはず。すべてが洗い流されて、そうしてより頑丈に再生されていったはず。コンビニバイトで触った人間の数と同じだけ、私にはきっとご先祖様がいる。ライブハウスの最前列にいるような孤独。そういう孤独。誰かが来ないと意味のない窮屈な場所で空っぽなステージを見ているのだ。君が現れた時、君がこれから素晴らしいステージをするんだと思った。でも君もまた観客サイドに立って、さらにこの場を窮屈に変えるだけの存在だった。私の比喩はここまでにして、夕焼けが街を燃やすところを見ましょう。あれが、本当は戦火だとして、私はどれぐらいの家が燃えたら気づくんだろう。これが連続殺人事件だと、何人死んだら刑事は気づくの？私たちはみんな、一人目としてしか死なない気がしている。誰かのついで、みんなのついで、大きな出来事の片隅で目を閉じることになるとは思えない。生きている時は、あれほど粘ついた社会にいたというのに。複数選択。自分と誰かが同時に消されるとき、幽霊、葬式、まとめられた魂としてリサイクルを待つとき、私は顔が洗いたくてたまらなくなるでしょう。名前を思い出すことよりも水を触りたくなるでしょう。そうして自分を脱ぎ捨てて海に飛び込む瞬間に、私を誰かが呼んだ気がした。それは現世の恋人か、それは後世の恋人か、わからないがわからないように呼んでくれた、それは愛ではないですか？と、気づいた時私はもう誰でもなく、充足した暗い暗い暗い星となっていたのです。